今回のこの動画を学ぶことで、やはりその回復においての軸って一体どういうことなんだろうってことが分かるかもしれません。そして、身体思考のこのボディっていうのがどのように、カウンセリングなんかに役立つのかっていうところらへんの新たな視点が見つかるかもしれないですね。まず、カウンセリングとか、セラピーにおいて、そのセンタリングっていうのは、クライアントにとってまずどのようにこう回復にこう効果的なのかっていうことをお話しいただけますか。そうですね、実際セラピーをしていく上でもね、まず自分自身でいれるためにも、このセンタリングというのをね、提案して、だからもう初回から、センタリングをまず学んでいただくというか、体験的にね、センタリング何かと習得していただくということをしますね。で、そうすることで、こう不安の中でも、自分自身に振る舞されることなく、周りも振る舞されないで、今ここにいれるというね、そういったこう、大事なスタート点というか、で、それがないと、セッション中でもいろんなことがこう渦巻いて起こってくるじゃないですか。だから、こう一つ一つ丁寧にこう深めていったりすることはなかなか難しい。で、日常でもセンタリングはどんどん使っていただいて、で、セッションの時もセンタリングする、1、2分ですが、ちょっとセンタリングしましょうということで、で、お互いにセンタリングして、そこからスタートしていくと、とてもね、こう、平らかにというか、今、クライアントさんにとってみたら今抱えている自分の課題というか、問題に対して、しっかり見ていく準備もできるので、とても役に立つ。